こんにちは、ミディアムです。いつもいつもご視聴ありがとうございます。本日のウイスキーは私の大好きなバーボン、ロビンズテネシーウイスキー、バーリータイムズブラウンルグ、フォアローゼスブラック、この3本を今日は飲んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは、みです。本日もよろしくお願いします。ロリンズテネシーウイスキー、バーリータイムズブラックラベル、フォーローゼスブラックラベルですね。はい、まずはロリンズテネシーウイスキーくらい、20ミリずつ入れていきましょう。バーリータイムズブラウンラベル、アーリータイムズブラウンラベルも、結構甘くて飲みやすくて美味しいですよね。じゃあまずはハイボールからいってみます。ソーダ50ミリ、はい、まずはロリンズテネシーウイスキーからいただきます。やっぱり美味しいよね。香りがすごい。樽の香りとやっぱりフルーティーな香りしますよね。アーリータイムズブラウンラベル、ブラウンラベルも結構甘いと思って今回選んだんですが、テネシーウイスキーと比べちゃうとかなり低く感じちゃいますね。結構甘いと思っていましたので、ロリンズテネシーウイスキーに当ててこれにしたんですが、ロリンズテネシーウイスキーの風味から比べると、やっぱ比べるものが違うと全然味変わりますね。はい、フォーローです。やはりフォーローです。ブラックも、香りがいいですよね。ストリッシュ感じなくて多分、とても美味しいと思います。はい、それでは次お湯割りにしてみましょう。はい、次お湯割りはフォアローですから飲んでいきましょう。フォアローですのお湯割りです。バラは入ってないんでしょうけど、やはりなんかバラのようなフルーティーな香り感じますよね。はい、次にブラウンラベル、やはりブラウンラベルホットですると甘みがよくわかりますね。甘い味と甘い香り、まあとても飲みやすいと思いますね。はい、次に最後にロリンズテネシーウイスキーを、はい、今日3本飲んできましたが、アーリータイムズ、これは初心者にはやはり、甘くて飲みやすくていいんじゃないですかね。味も香りもまあ甘いので、初心者でも飲みやすいと思いますね。はい、今回は私の好きなテネシーウイスキーとバーボンウイスキー3銘柄、飲んでみました。はい、この3銘柄の第1位はロリンズテネシーウイスキー、これになりますね。ロリンズテネシーウイスキーはやはり味より香りの方が強い、勝ってて美味しいですね。これが一番なんか飲みやすくて好きですね。第2位はフォアローです。こちらは味も香りも強いんですね。これが第2位ですね。味も香りも強いのでちょっとパンチがすごいですよね。バーボン好きな方はやはりこちらの方が好きかもしれません。第3位になってしまいますが、アーリータイムズブラウンラベル、これは初心者でもとても甘くて飲みやすくて、これもこれでいいですよね。香りがすごい甘くて飲みやすい。アーリータイムズブラウンラベルなら、価格も1000円ぐらいで買えますので、まあ、コークハイボールにして、甘くして飲むのもとても美味しくていいですよね。今回のロリンズテネシーウイスキーは、メーカーズマークのようにクラフトウイスキー、小蒸留所で作られているらしいので、あまり見かけないかもしれませんが、見かけたらこれは必ず買ってみた方がいいと思いますね。本日も最後までご視聴
ありがとうございました。ロリング・テネシー・ウイスキーはあまり売ってなくて困るんですよ。